田中康夫君。与党統一会派国民新党新党日本田中康夫です。民主党定期大会で私どもの亀井静香は諌めました。暴風の中を TPP や消費税の風を吹かせ法を挙げ安全公開ができると本当に思いですかと、野田佳彦さん、掛け声ばかり勇ましい大増税 TPP 放射能の行方に国民の多くは不安や疑問を抱いています。弱気をくじき強気を助ける倒錯した社会、個性を認めぬ金太郎飴な悪平等社会、そのいずれでもない社会的公正と経済的自由を同時に達成し、人間の体温を感じさせる一億総中流社会復権を目指すべき日本は、公正な税制、公正な通商、公正な資源の確立に向け、新しい方程式に基づく抜本的変革が不可欠。毎年繰り返してきた対処療法はもう限界。野田さんは消費税引き上げ宣言しました。それこそ問題先送りの対処療法ではありませんか？国税の法人税、地方税の法人事業税、株式会社の7割が微対一文払っていません。連結納税導入の日本経団連加盟頂戴企業もその 66% が1円も納めていません。昨年11月、あなたも本会議で認めた事実です。企業のわずか3割しか法人税を納めていない、そのわずか3割の実直な企業に過重な負担を強いる。一票の格差どころでない不条理は利益に対して課税する仕組みが原因。だから国民新党新党日本は企業の利益でなく企業の支出に対し広く薄く課税する公正フェアな外形標準課税の全面導入を繰り返し求めています。前回私の代表質問に野田さんは、新たな課税を行う際にはその目的や影響等を含め慎重な検討が必要と答弁。ならば消費税という新たな増税を行う際こそその目的や影響等を含め慎重な検討が必要です。古今東西、増税で景気浮揚した国家はどこにも存在しません。もう一点、国民新党新党日本は求めてきました。生産にかかった国内消費税額を海外への商品輸出に際し還付する輸出戻し税制の不公正を正すべく、取引明細書、インボイスの導入こそ急務と、製造流通の中間段階でそれぞれの業者がどれだけ消費税を納付したか、証明する上で不可欠な取引明細書、インボイスを先進国で日本だけ未導入。年間3兆円にも上る輸出戻し税は最終販売業者の自動車、家電、電子機器等の頂戴企業にのみ還付され、日本のものづくり産業を支える材料や部品の中小納入業者には戻ってきません。仮に消費税率 10% になれば、大手企業へ還付される輸出戻し税は毎年2倍の6兆円にも膨らみます。これぞ不条理。この問題も野田さんは前回、事業者の事務負担への配慮が必要と後ろ向き答弁。8%、10% の2段階引き上げこそ事業者に事務負担を強います。レジスターのソフトをその都度入れ替えねばなりません。取引明細書インボイス方式の導入こそ中小事業者への福音。23年前の消費税法施行時と異なり、今や小さなパパママストアでもパソコンで税務処理しています。なぜ後ろ向きなのですか？なぜ頂戴企業の益税を年間3兆円も放置し続けるのですか？それは公正な税制ですか？国民が納得できる明快な答弁を求めます。しかも岡田克也さんは消費税が 10% になってもさらに新たな増税が必要だと発言。日本が目指す中負担中福祉をすでに実践するイギリスの消費税にあたる付加価値税が 17.5% だからですか？いいえ、実質的なイギリスの付加価値税率はなんと 10% 未満です。医療、教育、福祉、保険等は非課税。食料品、医薬品、公共交通、住宅建築等はゼロ税率。そして電気、ガス等は 5% の軽減税率。残りの品目が 17.5%。一律課税の日本の制度に当てはめれば、中福祉、中負担のイギリスの消費税率は 9.8%。複数の経済研究所が公表しています。なのに 10% でも足りないとおっしゃる岡田さん。日本の制度のどこかに問題がある。漏水のごとくただ漏れしている税金の支出がある。むしろこう捉えるべきです。だから前回の総選挙で白蟻がたかってるんです。白蟻退治しないで今度は消費税引き上げるんですかと街頭演説された野田さん。その白蟻退治は完了しましたか？世論調査で8割もの有権者が賛同する国会議員定数と国家公務員給与の削減は必要条件の一つに過ぎず十分条件ではありません。この認識は間違っていますか？岡田さん、実質破綻状態の年金制度、その年金生活者に恵まれる総額3兆円突破の生活保護制度、
労使部屋交渉のごとき数字いじりでは抜本解決に至らず、発想と仕組みを大転換すべきです。乳幼児から高齢者まで毎月一定の金額を一律に個人単位で配当する最低所得保障ベーシックインカム、地域密着型事業で全ての成人に週20時間の就労と賃金を最低保障するベーシックワークを提唱するゆえんです。 TPP には中国も韓国も台湾もインドネシアもタイもフィリピンも、そしてインドも、経済成長著しいアジアの国はどこも参加しません。どうやってアジアの成長を取り込むのですか。野田さん、枯葉剤でベトナム戦争に加担、今や遺伝子組み換え作物市場で占有率9割に達する米国モンサント社と長期協力関係を結ぶ住友化学で会長を務める日本経団連の米倉博正さんとあなたが手を取り合って進める TPP は、アメリカ一人勝ちの時代錯誤なブロック経済、日本にとっては貿易阻害協定。案の定、米国生命保険協議会は USTR、米国通商代表部に文書で要求。かんぽ生命保険と共済保険に関する積年の課題を一挙解決するのが TPP 参加。日本に認識させよと。三事業サービスを一体で提供し、利用者の利便性を高める郵政改革の今国会での実現を約束した野田さん、どうやって2頭を売るのですか。自動車大手3社で構成される米国自動車貿易政策協議会は、日本の TPP 参加に現時点では反対と表明。日本独自の軽自動車規格は国内メーカーのみ恩恵を受ける非合理的政策と廃止を求め、アメ車輸入に向けての市場開放を義務付けるのが TPP 参加の大前提と主張し始めました。大好きな日本を守りたい、この美しいふるさとを未来に引き継いでいきたい、演説された野田さん、アメリカが非関税衝撃だと主張する軽自動車を日本国内の雇用を奪っても廃止するのですか。美しい農村のあぜ道も、美しい京都の路地も、その田園を潰し、その町屋を壊し、アメ車が通れるため、財政悪化も何のその、公共事業大展開ですか。私たちの仕事と生活を奪うな、日本を壊すな、羊の皮をかぶった狼 TPP、反対の大きなうねりは、右も左も関係ない、イデオロギーを超えた新しいムーブメント。あなたがバラク・オバマさんのふるさと、ホノルル・APECへ出かける直前、私を含む10名が衆議院で呼びかけた国会決議、TPP 交渉協議への参加表明を日本政府は行うべきでない。直筆賛同署名の代議士はわずか2日半で過半数に肉薄の232名。みんなの党を除くすべての政党会派から集まったのも、中国、韓国、インド、オーストラリア等を加えた ASEAN 東アジア諸国連合プラス6で自由貿易協定を結び、その上で同盟国アメリカとも協調する戦略こそ通商国家日本に求められると感じていたからです。首相就任直後の9月21日、ウォールストリートジャーナルは単独インタビューを内外のメディアで最初に掲載。野田首相は国民の間で盛り上がる反原発の機運を一蹴し、現在停止中の原発を2012年夏までに再稼働させると決意を固めた。原発なしで日本国家が立ち行くはずもなく、原発の速やかな段階的廃止の検討など不可能と述べた。お考えは今も同じですか。4月に原子力規制庁が発足する前に10基程度の原発を再稼働と、官僚が在京大使館関係者にブリーフィング中との情報もあります。これは私の空耳ですか、それともあなたと枝野幸男さんの指示ですか。メルトダウンを超えた東京電力福島第一原子力発電所の周囲は放射能に占領された領土と冷徹に捉えるべき。原発から少なくとも30キロ圏内は居住禁止区域に設定し、愛着を抱くふるさとから離れる当該住民には国家が新たな住居と職業を保障提供すべき。それが国民の生命と財産を守る政治指導者の責務。昨年12月8日、衆参両院が合同設置の事故調査委員会で私が述べた提言です。12月6日付ニューヨークタイムズも、福島の除染作業は日本最大最悪のありがた迷惑な公共事業、無用の長物と批判。除染は放射能汚染を他の場所に移す汚染に過ぎず、作業にあたる人々の内部被曝の悲劇をさらに生み出します。京都大学、筑波大学気象研究所の合同調査で、福島県阿武隈川から太平洋に流れ出る放射性セシウム量は1日500億ベクトルにも上ると判明。今のところは大丈夫会見を続けた枝野さん、今はすでに大丈夫発言を続ける細野豪志さん、新名誉としての移住命令こそ抜本的解決ではありませんか。値上げは電力会社の義務であり権利、西澤俊夫社長が会見した東京電力への数兆円に上る節税投入を国民は納得しません。一時国有化は銀行の債権を守り、天下りポストを増やし、責任の所在を曖昧にし、負担は国民に押し付ける無責任そのもの。
王子の国鉄分割民営化に学んで新社旧社に分割処理する公正な機会をと年末にも加盟とともに野田さんに申し上げました。安全チェック機能強化のため国家行政組織法第3条に基づく独立性の高い原子力安全規制委員会を創設、住民の安全確保に国が責任を持って取り組む体制を確立、この民主党マニフェストに明記された内閣から独立の3条委員会でなく腰砕けに終わったのはなぜですか。書いてあることは命がけで実行する、それがルール。まさしく野田さん、その通り。連立を組む民主党の皆さんの覚悟と機内に期待し協力を表明し、国民新党新党日本代表質問を終わります。内閣総理大臣野田佳彦君。国民新党新党日本代表しての田中康夫議員のご質問にお答えをいたします。まず消費税を引き上げる前の抜本的改革についてのお尋ねがございました。かつて我が国は一億総中流の国と呼ばれて、分厚い中間層の存在が経済発展と社会の安定の基礎となってきました。分厚い中間層を復活させることが我が国の活力を取り戻し社会の安定を高めるために重要だと考えており、目指すところは田中議員と共通をしております。一方で社会保障と税の一体改革も今国民のため、この国の将来のため、やり遂げなければならない課題でございます。国民の理解を得つつ一体改革を実現するために議員定数削減などの政治改革、国家公務員総人件費削減などの行政改革と合わせて包括的に推進することが重要と考えております。法人税及び消費税についてのお尋ねがございました。ご指摘のように法人税を外形標準化する場合、法人の利益に関係なく事業規模等に応じて課税する新たな仕組みを設けることになりますが、一般論として申し上げれば、新たな課税を行う際にはその目的や影響等を含め慎重な検討が必要と考えます。人口構造の急速な高齢化、社会経済状況の変化、欧州の政府債務問題に見られるグローバルな市場の動向を踏まえれば、社会保障の充実安定化を図ることは避けることのできない問題であり、その財源については高い財源調達力や経済動向、人口構成の変化に左右されにくいことに加え、勤労世代など特定の社への負担が集中せず、経済活動に与える歪みは小さいという性質から、消費税によることが適当であると考えております。このような一体改革は、将来の不安を取り除き、人々が安心して消費や経済活動を行う基礎を築くものと考えております。消費税のインボイス制度及び輸出戻し税についてのお尋ねがございました。インボイス制度の導入については、その課税の適正化に資するという面と、事業者の事務負担への配慮とのバランスを踏まえた検討が必要と考えております。今回の改革においては、単一税率を維持することや、中小事業者の事務負担等を踏まえ、いわゆるインボイス制度の導入は行わないことといたしました。また、輸出取引については、消費税を免税とし、他方で輸入国側が輸入の際に課税する仕組みは国際的なルールとなっております。輸出企業は消費税の還付を受けていますが、これは他の事業者と同様、仕入れの際に支払った消費税分を控除した結果として還付が生じているものであり、中小納入業者が損をしているわけでも、輸出企業が得をしているわけでもなく、輸出企業の益税になっているとのご指摘は当たらないと考えております。消費税引き上げとシロアリ退治についてのご質問をいただきました。一体改革を進めるにあたっては、自ら身を切る改革を実施し、国民の納得と信頼を得ることが必要であります。これまで政権交代後3度の当初予算編成において、独立行政法人に対する支出は約1割の削減、公益法人向け支出は約 25% 削減など大幅に削減をしてきてまいりました。
また天下りの根絶のために民主党政権発足後直ちに府省庁による再就職斡旋を内閣の方針として全面禁止するとともに、独立行政法人の役員人事について公募を実施するなど、再就職の適正化について取り組んできたところであります。これに加え、再就職等規制の監視機能強化を目的の一つとする国家公務員制度改革関連法案の早期成立を図ってまいります。行政改革については政権交代後、以上申し上げたとおり最大限取り組んできたところでありますが、今後とも不断の取り組みを続けていく決意でございます。議員定数と国家公務員給与削減についてご質問をいただきました。施政方針演説で私はまず会より始めようと申し上げました。政治行政改革は社会保障税一体改革に限らず、どのような政策課題に取り組むにあたっても、政治と行政を担う者が国民に示すべき国家の矜持でございます。その上で申し上げれば、議員定数削減や公務員総人件費削減など自ら身を切る改革を実施した上で、税制抜本改革による消費税引き上げを実施すべきであるというのが私の基本的な考え方であり、そのことは素案にも明記したとおりであります。同時に社会保障税一体改革は国民福祉を将来にわたって持続可能なものとするための改革であり、行政改革、政治改革とともに必ず成し遂げてまいります。 TPP とアジアの成長国及び米国との二国間懸案事項についてのお尋ねがございました。世界の成長センターであるアジア太平洋地域の力強い成長を促し、膨大なインフラ需要や巨大な新中間層の購買力を取り組んでいくことは、我が国自体に豊かさと活力をもたらすものと考えております。このような観点から、我が国はアジア太平洋自由貿易圏 FTARP の実現を目指していますが、 TPP はその実現に向けた重要な地域的な取り組みの一つと考えます。 TPP 交渉にはアジアからはベトナム、マレーシア等4カ国がすでに参加しており、また TPP は APEC 地域に拡大することが目指されています。現在 TPP の交渉参加に向けて関係国との協議を進めており、各国が我が国に求めるものについてさらなる情報収集に努め、十分な国民的議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って結論を得ていきます。今後米国を含む関係国との協議をしていく中で、ご指摘のような個別の二国間懸案事項への対応が求められる可能性は否定はできませんが、その場合でも我が国としては何が対応可能で何が対応困難かを明確にし、あくまでも個別に対応する考えでございます。 TPP 及び ASEAN プラス6についてのご質問をいただきました。アジア太平洋地域に位置する貿易立国である我が国にとって、世界の成長エンジンであるアジア太平洋地域の成長力を取り込むことの意義は大きいと考えます。このような考え方にとって、我が国は FTARP 実現に向けて様々な道がある旨を強調してまいりました。特に TPP は FTARP に向けた取り組みの中で実際に交渉が進められている唯一の枠組みであり、その意味で TPP の意義は大きいと考えております。私が昨年11月の ASEAN 関連首脳会議で主張したとおり、我が国としては TPP 交渉参加に向けて関係国との協議に入るとともに、ASEAN プラス6などの取り組みも積極的に推進し、アジア太平洋地域における21世紀型の貿易投資ルールの形成に向けて指導的役割を果たす考えであります。次に、原子力発電所の再稼働及び原子力政策についてのご質問をいただきました。ご指摘のような報道については私の考えを正確には反映をしておりません。まず定期検査で停止中の原子力発電所の再稼働にあたっては、事業者が行ったストレステストを保安員が評価し、さらにその妥当性を原子力安全委員会が確認した上で、地元の理解や国民の信頼が得られているかという点も含め、政治レベルで総合的な判断を行っていきます。また原子力発電については、中長期的には原発への依存度を最大限引き下げていくという方向を目指すべきと考えております。今後のエネルギー政策については、国民が安心できる中長期的なエネルギー構成のあり方について、幅広く国民各層のご意見をお伺いをしながら、
今年の夏をめどに結論を得られるようエネルギー環境会議を中心に検討をしてまいります。それから原子力規制庁発足と原発再稼働の時期との関係についてご質問いただきましたが、ご指摘のような情報は承知しておりませんし、私は枝野経済産業大臣が指示をしたということもございません。それからこれが多分最後の質問だったと思います。原子力の安全規制組織についてのお尋ねがございました。今般の原子力事故対応の反省点を踏まえるならば、大規模な原子力事故に際しては政府の総力を結集して俊敏に対応することが何よりも重要であります。そのための体制を整備するため、新しい原子力安全規制組織は内閣から独立した合議制の委員会形式ではなく、内閣の責任の下で迅速な意思決定が行われ、適切に危機管理対応が行われる組織形態であると考えております。残業の質問については関係大臣が答弁をいたします。国務大臣岡田克也君。私には2問ご質問いただきました。まず消費税率のさらなる引き上げに関する私の発言についてのご質問でございます。政府与党でまとめました社会保障税一体改革案におきまして、次のように表現しております。2050年以降高齢化のピークを迎えることを考慮すれば、今後も改革を進める必要がある。今回の改革に引き続き少子高齢化の状況、財政の状況、経済の状況などを踏まえつつ次の改革を実施する。このように少子高齢化のさらなる進展の中、社会保障制度の持続可能性を確保するためにはさらなる取り組みが必要なことは、社会保障税一体改革素案の中にも明記されていることです。さらに素案では新しい年金制度の創設について国民的合意に向けた議論、環境整備を進めた上で平成25年に法案を提出することとしています。私の発言は、全額税で賄う最低保障年金を含む新しい年金制度を導入した場合には、将来的に従来の制度と比べ税負担が増すことを指摘したものであります。ただし、制度の切り替えには相当長期の移行期間が必要です。今回の一体改革が視野に入れている2015年の段階において、現行制度による場合と比較し、大きな追加財源が必要になるものではありません。次に、無駄削減への取り組みについてのご質問がありました。政権交代以来、事業仕分けの手法を用いて予算、独立行政法人、公益法人、特別会計などについての見直しを推進してきました。また、各府省に仕分けマインドを定着させるため、行政事業レビューを毎年実施し、さらに昨年11月には政策的、制度的な問題にまで掘り下げた大きな議論を行う、提言型政策仕分けを実施したところです。また現在民主党内において行政改革全般にわたった今後の取り組みが検討され、その中で行政改革に向けた法案も検討されていると承知しております。さらに行政改革を政府で一体となって総合的かつ強力に実行していくため、近日中に内閣に行政改革実行本部を設置することとしております。こういった政府与党一体となった取り組みの中で無駄の削減に全力を尽くしてまいります。以上です。経済産業大臣枝野幸男君。私からはまず原発再稼働の時期に関するご質問いただきましたが、総理からもお答えございましたとおり、ご指摘のような4月より前に10基程度を再稼働させるとの事実はございませんし、総理はじめ私も指示をしたことはございません。原子力発電所の再稼働については、安全性のチェックと安心についての一定の信頼ということが最優先でありまして、
これらがいつ得られるかということは、まさにやってみないとわからないことでありますので、いつまでにどうこうということを想定はいたしておりません。また客観的にも、もし安全や安心が今進めている作業が最短で、確認されることがもしあったとしても、ご指摘されたような4月より前に10機程度というような数のそういった手続きを取れるというような客観的な状況には全くございません。空耳であるのか、それともためにするような情報を意図的に流している方がいるのか、それは私には分かりません。それからその上で、居住禁止区域に関連するお尋ねをいただきました。もう帰れないということで、生活についてしっかり保障や賠償をして、お帰りいただかないということを決めてしまうというのも一つのお考えかもしれませんし、またそういったことをお求めの方もいらっしゃるかもしれませんが、一方で、住民の方の少なからずの皆さんができるだけ早くふるさとに帰りたいという強い思いを持っておられる、そうした中で、除染あるいはさまざまな生活の基盤整備等を最大限急ぐ中で、帰還したいという住民の皆さんのお気持ちに応えていく努力を進めていくことも政府の責務であると考えております。帰還される住民、あるいは避難の継続を余儀なくされる住民、いずれに対しても地元住民、自治体や住民の方々としっかり相談しつつ、居住の安定確保や雇用の確保などの諸課題に対応してまいります。次に原子力安全規制組織について、総理からもお尋ね、お答えがございました通りでございまして、原子力事故等が万一生じた場合の危機対応をしっかりとできる組織がない、でないといけないという観点から、合議体の委員会形式ではなく、内閣の責任の下で迅速な意思決定と適切な危機管理対応を行うことができる組織形態が適切であると判断をしたものであります。以上でございます。国務大臣細野豪志君。私に対しましても、原子力安全規制組織についてご質問をいただきました。今般の改革は、福島の原子力事故を受けまして、二度とこうした事故を起こさない体制と、制度を整備するために実施をしたものであります。このため、規制と利用の分離独立、関係業務の一元化、危機管理体制の整備、人材の養成確保、そして規制そのものの強化など、こうした考え方に基づき検討を行ってまいりました。特に私自身が今般の原子力事故対応に当たった際の経験と反省点を踏まえるならば、緊急事態への責任を持って行うためには、内閣から独立した合議制の委員会形式ではなく、内閣の責任の下で迅速な意思決定が行われ、適切に危機管理対応が行われる組織形態が適切だと考えたところでございます。こうした観点から、環境省の外局として新しい、原子力安全規制組織を設置することといたしました。緊急時対応以外の規制に関わる判断を行う権限を、この組織の長に法律上委任することなどによりまして、原子力安全規制の独立性を厳格に確保したいと考えております。以上でございます。これにて国務大臣の演説に対する質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。